が足を膝をねこう前に出した時にこう曲げるだけだよ。できるだけこれぐらいのヒールだと平面で伸縮します。あ、いいな。めちゃくちゃなんか自分の声を聞かせる。まず私から見本見せようか。普段もそうなの。普段のところでガニ股やんか。だいたい吸ってるし、ハの字に歩くのが基本。胸を張ってっていうとみんなこうなっちゃうの、うん、だけどそうすると日本人の人ゴリラみたいになっちゃうんだよね。ヒール開くとこうなるから、うん、お尻がこうやって出ちゃうんだよね、うん、で胸張るじゃん。それゴリラや。そうこれこれ見てゴリラよ。プラスヒールの時は足を膝をねこう前に出した時にこう曲げちゃいけないわけ、うん、だから足伸ばして歩いてねっていう表現をしちゃうとみんなこういう風に歩いちゃうわけよ、うん、でそれをゴリラがそうなやるとこんなっちゃうなっちゃうのね。胸張ってはなし、はい、なしです。肩のさエクササイズっていうかリラックスみんなこうやって肩を下がって上に行って下に下ろすじゃん。こうそう、はい、その姿勢のまま増えちゃって、そうすると首がそうすごい肩が下に行くので首がこう長く見えてね。そうでその状態がこう姿勢のいいこう胸を張るじゃなくて、はい、その状態でいるのが真骨。へえ、これやん。そう、肩はこのままで次にしてほしいのが歩くときに、まあ、今日私ヒールじゃなんかできないんですけど、うん、できるだけこうかかとからこうやってかかとから行くのではなく、うん、なくできるだけこれぐらいのヒールだと、うん、平面でついてほしい。あ、いいの。あ、そのまま足の、うん、あ、めちゃ普通の足の声を聞かせ。そうヒールだとつま先で歩く。あー、そうか、ヒールだったな。そうで、さっきやったようにこう膝をつけるみたいな感じで全然大丈夫だけど、そう膝にこうつける感じでいいんだけど、別に完璧につかなくても大脚の人とかさ、つかないじゃん。できるだけこう1本の線の上を歩く感じでいってほしい。手は、手は振りすぎるとさっきも話したようにこうやってするのは子供なので、うん、だ結構こういう風にこうやって歩くとって子供っぽく見えるの。だ姿勢が良くってもこうやって歩くとなんかやんちに見えないとか、カジュアルに見えるとかスーパーにお買い物行って今コンビニ行ってきますみたいな、うん、で女性らしくあと手を長く見せる方法っていうのは、はい、手を後ろに残しといて、はい、でなんかさっきこう上に行って肩後ろに下がしてそのままの状態すると手って結構後ろの方にあるんでね、うん、そうでこう手を振るときに手って振り子だから、うん、こうやって前に出すと絶対後ろに返るわけでしょ、うん、だから後ろに意識して振ってほしいの。だから自然に前に返ってくるから、はい、すると後ろに下がる、うん、後ろに押して歩くとそうやってるわけ。そう手が長く見える。後ろにもうちょっと前に出ないように、もうちょっと出ないように本当に後ろにこうやって本当にリラックスして全くこう動かさない状態でそだけ後ろに動かす。そうそう、すごい綺麗だよね、できたね。そうなんかちょっと分かった。今日みたいにタイトなものを着てる時っていうのはこうやって出しといた方がパンツとかね、うん、方がこうカーブが出るから、すごいね。